すでにご存知の方多いと思います、田丸さんです。なぜ今日田丸さんに舞台の上に上がっていただいたかと申しますと、実は先週の金曜日お誕生日だったんですけど、まずはお誕生日、5月大変失礼いたしました先週の金曜日で52週連続宝くじが当選されたんですね。おめでとうございます。1年って何週あるんですか？52週です。1年が52週ということは、丸1年宝くじに当たり続けてるのが田丸さんでございます。すごいですよね。いや素晴らしい。でまだ続いてるんですよ。これが2年3年と続いていただけるとね、また楽しみでございます。でせっかく舞台の上に上がっていただきました。上がっていただいて拍手だけだったら面白くないでしょ。せっかくだったら連続当選の秘訣をまた一言お伝えいただければ皆さんも嬉しいかなと。多くの方を幸せな金持ちにすることが大切なので、ぜひ一言アドバイスをお願いいたします。あ、皆さんありがとうございます。今住職がおっしゃった通り、やはりここに、まあ、お参りに来ることと、あと笑顔を忘れないということが大事なのかなと思います。でいつも、ね、住職には言われてるんですけど、最初笑顔がなかったということで、ここに来るようになって、まあ、自分も笑顔になれたんで、笑顔が一番大事だと思います。ありがとうございます。ありがとうございます、ね、ありがとうございます。今でこそニコニコ笑顔の田丸さんなんですけども、長福寿寺に来る前はかなりこわもての、ね、この身長でこわもてですから、大概周りに人間が逃げてっちゃいますよね。そういう方だったらしいです。それが吉蔵君の教えに、幸せになるためにお金持ちになるために笑顔が必要なんだよっていう教えを見て、それから一生懸命努力をして笑顔が作るようになったら、あれよあれよという間に宝くじが当たるようになったということですね。ぜひ皆様方も実行してみてください。お願いいたします。それではもう一度田丸さんに盛大なる拍手お願いいたします。ありがとうございました。